こんにちは、鍼灸師のサボタです。今日はですね、大腸がんについての、お話をしていきたいと思いますので、大腸がんに、興味がある人、調べたい人とかがいれば見てください。はい、やっていきます。大腸がんなんですけれども、まず大腸は、おおよそ 1.8 メーターぐらいの長さがあるんですね。こううねうねしているので、体の中でうねうねしているので、それを伸ばしていくと 1.8 メートルぐらいの長さが出てきます。で、大腸がんの原因なんですけれども、あくまで、言われている程度です。食生活が、欧米風に欧食に変わってきたので、それが原因で、がん発生率が高くなっているのではないかっていう話なんですけれども、そこで、高脂肪なもの、高タンパクなものを食べる機会が多くなったために、大腸がんっていうのは多くなってるんじゃないかとは言われてます。でも、実際は今のこの、100年時代において2人に1人はもうがん どこかしらにがんを発症するので、もう一概に食事だけだとは思えないっていうのも事実ですね。はい。で、続いて症状なんですけれども、症状は、早期から、末期がんまであって、早期の方っていうのはどんながんでも大体自覚症状っていうのはあんまりないです。で、症状は場所によってちょっと違うんですけれども、大腸ってその 1.8 メートルある中で、1.8 メートルの入り口の方ですね、入り口の方で発症した場合には症状が出にくく、いわゆる腹痛ぐらいでしか症状を訴えないケースがあるので、結構、発見が遅れるケースがあるので、もし腹痛がちょっと長引いたり、いつもより痛みの感じが違うのであれば病院に行く必要があるっていうところは覚えておいてください。出口の方にできてしまうと、便に出血がついてしまって、血便が出やすいので、いわゆるお尻、トイレを便をした後に血がついてるとか血の出血が出てるときはかなり気をつけてください。普段から痔を持っていて出血量が多い人とかも、混じって大腸がんの可能性もあるので、出血があるっていうのはまず、気にしないといけないところなので、そこは、一番気をつけてほしい点になります。検査と診断なんですけれども、2パターンあります。で、2パターンのうち1つ目から説明していくと、まず1つ目が肛門から造影剤を入れて X 線で調べるパターンで、2つ目が肛門から内視鏡を入れて検査するパターンが、実際見て、検査するっていう方法とあります。で、治療なんですけれども、まずは切根ですね、取り除かないといけないので、がんの細胞っていうのは、まず切根を考えます。で、早期と末期によって全然治療法がまた違うんですけれども、早期なら内視鏡でそのまま切り除いちゃうっていう、でそのまま縫合しちゃうっていうような方法を取るんですけれども、でその早期はじゃあどこなのっていう話になると、粘膜下層っていうところがあって、その粘膜下層より浅いか深いかで判断します。浅ければ内視鏡で、そのまま取ってしまうケースがあるんですけれども、深ければやはり、中をしっかりと開いて転移がないかとかっていうのも確認しないといけないので、さまざまな、要因から、しっかりと、手術をして切除するっていう方法を取ります。なので、大腸がん なんですけれども、がんは基本的に早期発見早期治療が大切になります。特に、初期段階では、症状が出ないので、まずは症状がないからといって放置してしまうと、レベルが 深くなって、深層の方に到達してしまって他の部位に転移してしまったりとかすると、手術が困難になったり、手術が2回しないといけないとかっていう風になってしまうので、もし体の異変を感じている部位があったり、今回みたいに大腸がんで出血が出てるとかっていうのであれば早く行ってください。で、病院に行くと、出血があっても結構、2ヶ月待ち3ヶ月待ちとかっていう風に
なるので、その2ヶ月3ヶ月の間に結構実際あった例としても、待たされてその 2ヶ月3ヶ月後の先になったがゆえに、レベルがどんどん悪くなって手術が困難になった方もいるので、できれば早めに病院に行って手術してもらえない病院であれば違う病院に行ったりとかっていう風な方法を取ってもらって、まずは命の生存ができる方法を取ってもらうのが一番ベストです。はい、今日は大腸がんについてお話をさせていただきました。もし、もっと具体的に聞きたいとか、今こういう風な状況で悩んでます、どうしたらいいですかっていうような質問等があれば、コメントしてみてください。はい、動画をご視聴いただきありがとうございました。